カちゃん、はい、まだいますよ、丸いますね。もうね、はい、もう一緒にいる2人、はい、疲れてきました、私。すごいです、さすがにぐったりしてください、僕ね。ぐったりしましたよね。もうみすずさんね、今休憩中に、うん、素晴らしい格言が出ました。何ですか、まあ、彼女はほら、普通にね、昼間のお仕事をしてるんですが、うん、でもエロい仕事、歯医者さんじゃないですか。歯医者さんですね。で、エロい仕事の方がいい。うん、で、エロい時間に苦痛はないって言ってましたから。すごい格言が出ました。本気、本心で。あ、そうですか。はい、エロい時間に苦痛はない。最高です。フランちゃんは私はエロい時間しか好きじゃないです。課金デプルですか。課金で遊んでんだよね。はい、あんま言えませんけどね。はい、39歳のスイス人の方かな。スイス人ついに言わあれせるうちも。海外で。ヘロー、ミスターイクーラ。そうですね、ゲストに一位ですね、もうね私、はい、スイス人なのに、はい、ヨーデルがうまく歌えません。いや、ウルレいいですねどうしたらいいんですか、これちょっと教えてください。ヨーデルはヨーデルどうしたらいいですか。もうやるには、やっぱ課金ですね。課金で課金制度ブルってきたに、あ、ってじゃねえよ、ウルレイみたいな、そういう風に行くんじゃないですかね、やっぱりね。じゃこれはね、ウルレイウルレイよみたいな。クランちゃん得意じゃないですか。クランちゃんはもうヨーデルの、ちょっとヨーデルやってください。ヨーデル知ってますか。ヨーデルわかんないですね。あのどっちかっていうと、ヨー出すの方ですか。デフルヨー出すの方ですよね。はい。もういいですね。ヨーデルがわかりませんでね。話になりませんから。わかりませんでね。失礼します。さあ、今日、イクラちゃんですよね。もうイクラちゃんがね、これを紹介したいと騒いでましたから。もうね。これ何ですか、イクラちゃん。日産プレジデント。ソブリンってグレードのいいやつですね、うん、これね。これはね、僕らの頃に安かったんですよ。はい、もう30万円とか、うん、高くても50万円ぐらいで、僕らがね、20代の後半ぐらいかな。で、僕らもその頃、アメ車ばっか乗ってたんで、うん、アメ車に乗れない人かって言っちゃなんですけど、うん、でもこの大きさで、箱型で、ベンチシートで、これだけの高級感ですから、うん、やっぱりそういう時代に、手頃にカスタムして乗れる金額だったんですね、うん、超ゴージャスじゃないですか。プレジデントでソブリンですからね。そうですね。乗ってましたね、僕もこれ。高橋さん、モテないイケメン。ベンジは最高。ベンジは最高。トマト、ちょっと教えてください。はい。これ寿司は。プレジデントのこれソブリンピップですね。グレードは。うん、で V8。はい。で 4.4 リッター。4.4 リッター。はい、これ何年ですか。これは昭和61年。61年。1986年。やっぱり36年ぐらい。36年ぐらい。はい、ちょっと見てみましょうか。これはね、このね、当時ね、僕らの頃はね、うん、これはまだちょっと高かったんですね、こっちのやつ、うん、で丸めのやつは安かったんですよね。完全にゼネコン系で儲けてる悪い露店屋の社長が乗ってる感じですよね。ね当時ね、絶対ね。これだって赤もほら、すごい、すごいですよ。豪華そうですね、これ。もうね、やっぱね、乗り心地がすっごいいいですよね。ちょっとじゃあ座ってみてください。はい、で当時やっぱりこのこれ調子いいね。ベンチのコラムシートっていうのにやっぱりみんな憧れてたから、うん、アメ車とはまた違う、で これ多分この三角窓とかも、あ、電動です。電動だよね、全部ね、はい、ほら君たちも好きな電動ですよ。嬉しい。嬉しかねえけど。何を思ってるんですか。もうすごいですね。すべてを股間につなげていく。プロ。プロですよ。ですよ。僕らみたいなエセシモネタじゃダメですよ。もうね。会話はね、10秒で終わっちゃいますからね。あのね、この子たちと話してると、僕とデリーさんが3回に1回くらい顔赤くなる。僕らはね、素人です。世の中に対してまだ恥ずかしいと気持ちがありますからね。もう余ったれてました、はい、余ったれてました。全然ダメですね。最近ほらこうやってね、はい、ストレートでずっと、はい、流行ってるから本当に今っぽいですよね。これだってあの昔のお金持ちの家の時計みたいですもんね。なんかね、でかくてね、でかい目覚まし時計みたいな。何にも回転系もないんでしょ。何にもない。タコメーターなんかないですね。探した。はい、これ何ですか。これ何なのこれ。なんかレコーディングができるのこれ。なんかは正直それ僕もよく分かってます。分かってないよね。そう、これ何だろうなって。オートモードがあって、そうですね、この辺は、まあ昔の日産ってこう足元と前とかってこういう英語表記になってるんで、デフォーカーとか、あーで、こうマークする、これはファンの、ね、あれじゃないですか。で、これが AC スイッチじゃないですか。なんだろうこれ、普通なんか、ま、これなんだろうね。普通にあの REC だとレコーディングのレコーディングですよね。でもシンプルですよね。シンプルですね。テープ中で押すと、ああ、こういう
カセットですね。カセット、うん、これあれなんですね、エアバッグ。あ、そうですね。あ、何に、何にもないですね。何もないよね。履いたら、履いたらこういうのね、こういうのないよね、今もう必要ないですもんね、うん、でもこれ7万キロしか走ってないんじゃん。そうですね。エンジンすごい静かでいいね。そうですね。さすが V8。履いたね。履いたらじゃない。はい。履いたらこっち。小物入れですね。小銭、小銭に。ね。高速道路チケットは小銭だね。エンジン超静か。これレギュラーでいけるんじゃないですかね。はい。これどれぐらい走ってんの？これもやっぱりリッター5、4キロとか5キロぐらいじゃないですか。だからこの頃で 4点いくつだっけ？4.4。そうだよね、この頃だったらエンジンだ、国産だと最高、ね、最高レベルです、ね、これとだからセンチュリーぐらいですね。そうですね。じゃあ、それでお二人とも前の方、後ろからもうですね、向こうから2人で見せますよ。はい。さあ、その上に乗ってください。何？あ、お尻で、久々の2段。ああ、ああ、よろしいですか？よろしいです。いいですか？どんな感じですか？ふわふわ。もういいです。クレジエントが泣いてます。こんなはずじゃなかった。社長さん、本来ね、乗せるのにふわふわと言われてね。36年後にこんな人生が待ってるとは思わない。さあ、前から来た。日産の最高級車。パッと風に見えてますけど。濃い。プロですね。もうね、イチローと一緒ですね。すごいです。もう今ですね、プレゼントの仕事でチンクロナイズドスイミングが始まりました。社長がちょろ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 金髪。社長、社長。はい。これまたいい車ね、仕入れましたね。これどうですか？いい車ですよ。うわ。あんま興味ないでしょ、社長。わかりやすいですね、社長。いや、これはこれで好きです。はい。これって社長、あれですか、こういうのって程度の良しやつ結構あるじゃないですか。あります、あります。どうやって選んでくるんですか？中が荒れてるのって、あんまり直すのに大変なんで。なるほど。内装ですね。内装とか、あとエンジン程度ですよね。あとボディはもうサビができるだけないもの。内装が荒れてる車で、外があの中身がいいってあんまりないですよ。ちょっとエンジン見せてください。ね、うわ、すげえな。やっぱ V8 いいですね。いい車にいい部品使ってるんで。ああ、そうだよね。高いんですよね。黒ばっかだったんでね、やっぱね。はい、そうです。あ、そうかそうか。はい、だからシルバーとか白もあるとすごい白もかっこいいですね。白はかっこいいですね。ね、白のプレゼントはでも当時だとあのやっぱりいけない人たちが乗ってましたからね。怖い人たちが結構ね。さあ、これ社長、はい、現在おいくらで？199万。お、199万。190万。頼んでもいらない。違うの？自爆しました、自爆しました。190万。190万。からの、ね、はい、からスタートですよね。え、はい、下がった。いや、あんまりよく分かんなかったんだよね。170。おお、9。おお、分かってきましたね、社長の。さすがに分かってないと思う。いや、でもいいですよね。もうこれ好きな人は好きですね。で、今からこれに乗って社長の自宅に行きましょう。はい、あの奥さんに会いに行きましょう。どうして奥さんは、旦那の近所です。ベストの奥さんはね、旦那の浮気を知ってしまった。明日も一緒にゴルフ行く。ゴルフ一緒に行くの。ちょっと僕らも私も行く。今日はちくみさんですけどね。179番でどうでしょうか。ペリー等のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。